いつも動画を見ていただきまして本当にありがとうございます。勉強をしていく中でご相談などございましたら、お気軽にメールいただければと思います。もちろん無料です。この動画の下の説明欄にお問い合わせページの URL、または私のメールアドレス記載しておきますので、何かご相談ございましたら、いつでもお気軽にメールいただければと思います。それでは本日の3問をご覧ください。はい、えー、それでは11月13日の3問に入る前にアドバイスをさせていただきます。 11月ももうすでに半月が過ぎようとしています。この半月でどれくらい勉強を進みましたでしょうか今の勉強量で合格できるかを考えてみます。試験日まで11ヶ月ありますので、半月の22倍の期間があります。今の勉強量に22倍をかけて合格できるかを考えればいいだけです。例えば、この半月で過去問10ページを行ったというのであれば、 この調子で勉強を続ければ試験日まで220ページできることになります。これは10ページの22倍ということで220ページということですね。で、過去問っていうのは、まあ、何週かしないと頭に入らないので半月で過去問10ページの勉強量ではこれ全然足らないことがわかるんですね。220ページっていうとおそらく過去問も、えー、1冊よりもっと少ないんじゃないですかね。つまり1冊も行えないということになるんですよ。 これでは全然足らないわけですよね。なので、ちゃんと再度、計画を立て直してみる必要があります。で個別指導では、計画の立案とか管理も私が行いますので、まあ、勉強進んでいなければ、もうちょっと早めにしなければいけませんよ、あと勉強時間作れていないなら、このように勉強時間作っていくといいですよ、みたいな感じでアドバイスもさせていただきますので、ご安心いただければと思います。 で個別指導の値上げまで残り2日です。15日までは、えー、今の、えー、価格なんですけども、16日になってしまいますと値段、えー、上がってしまいますので、その点ご了承いただければと思います。えー、今であれば、えー、合格していただく自信ございますので、えー、来年絶対合格しましょう。で、問い1ですね。A は B の代理人として、えー、B 所有の土地について、えー、C と売買契約を締結したが、A は無権代理人であった。 C がこのことを知っていた場合でも C は AC 間の契約を B が追認するまでは取り消すことができる。まるか罰かという問題です。考えたい方は一旦動画ストップしていただいて動画の下の概要欄から問題文ご確認ください。答えはどうなっているかというとこれツですね。無権代理人の相手方、まあ、今回でいうと C さんですね。C さんは過失の有無にかかわらず 無権代理について善意であればつまり A さんが無権代理人だということを知らなかったのであればえ本人の追認のない間は取り消すことができるんですね知らなかった場合に限って相手方は取り消すことができるんですよで今回の問題では相手方 C は無権代理人であることについて知っているんですよね従ってこれ取り消すことはできません従って誤りです 無権代理行為を取り消す場合、相手方 C というのは、是意が要件なんで、これしっかり頭に入れておきましょう。問い2ですね、えー。取引士、宅建士は、えー、常時取引主張を携帯して、取引の関係者から請求があったとき、提示することを要し、これに反したとき、違反したときは、10万円以下の過料に処せられることがある、丸か×かという問題ですね。で、えー、答えは×、えー、です。 取引士は取引の関係者から請求があったとき、まあ、取引書を見せてくださいって請求があったときは取引書を提示しなければならないんですねしかしこのルールに違反したとしても過料に処せられることはありませんつまり今回の問題は10万円以下の過料って書いてありますね。これが誤りなんですねつまり宅建業法違反にはなるけれども罰則の規定は適用されないと罰則はありませんよっていう話なんですね で、この部分細かいんですけども、えー、こんなことも出題されるんですねで、まあ、どうしたらいいのって思われるかもしれませんがもうポイントをちゃんと押さえていく勉強をするしかやっぱないんですよで、独学の方だとそのどこがポイントかを見つけるのっていうのはすごく難しいんですね、まあ、これはですね、もう過去問を自分自身で分析しながらどこがポイントかっていうものをもう見極めていくしかやっぱないんですよ まあ個別指導であれば、ここがポイントですよ、ここを合わせて覚えてくださいねっていうふうにお伝えできるんですけども、独学はやっぱそれできないですよね。あの教えてもらう人がいないわけなので。なので、そういった方はもうとりあえず、覚えていくしかないので、覚えながら、また過去問を解きながら、過去問を研究して整理していただければと思います。で、問い3ですね。A が所有する監視区域内の土地、面積1万平米を、 B が購入する契約を締結した場合、A 及び B は事後届けで行わなければならない、丸か×かという問題です。え答えは×え罰ですこ。事後届けでというのが誤りですね。まあ、正しくは事前届けでですえ。監視区域というのは、事後届けではなくて、事前届けで、つまり契約する前に届け出が必要なんですね。で今回、特別に合わせてえ覚えていただきたい部分をお伝えいたします。 監区域内において事前届出が必要となる面積これは都道府県の規則これで定められますこの面積っていうのは事後届出よりも小さい数値で定められるんですね例えば事後届出の場合市街区域内では2000平米以上で届出が必要ですよね一方で事前届出の場合っていうのは市街区域内では 例えば100平米以上の取引で事前届出が必要といった感じでこの2000平米よりもちっちゃな数字で定めますつまりより小さい面積での取引これも届出の対象になってくるというわけなんですねなぜかというと監視区域っていうのはそれ以外の区域つまり事後届出の区域よりも地価の高騰の可能性が高いんですね なので、より注意深く監視が必要なんですよ。そのため、事後届での面積、まあ、2000平米よりも小さい面積で定めて、届け出をするようにしています。で、さらに追加で頭に入れていただきたいポイントとしては、事後届けでの場合っていうのは、飼い主のみが届け出義務者でした。つまり、売り主っていうのは届け出しなくてもいいんですね。一方で、事前届けでの場合っていうのは、 売り主と買い主、双方が届けで義務者となりますので、この点も合わせてえ頭に入れていただければと思います。まあ、今回、監視区域についてちょっとえ詳しい部分までお伝えしました。もうこの部分理解できていない方、まあ、実はほとんどなんですね。おそらく独学の方だと、これ理解している方、どうですかね、10%いるかいないかだと思います。なので、ぜひですね、今回特別に理解の仕方までお伝えしましたので、理解していただければと思います。 で今回お伝えをした解説は無料解説になります卓剣合格に必要な関連ポイント理由付け具体例こういった理解学習については無料解説ではなくて個別指導で解説させていただけますもしあなたが卓剣合格を目指しているというのであれば私はあなたと勉強がしたいです個別指導がどういったものなのかこれについてはこの動画の下の概要欄に URL を貼っておきますのでぜひご覧くださいで勉強の仕方だったりとか勉強時間の作り方 これについてお悩みを抱えているというのであればお気軽に私に直接メールしていただければと思いますで私のメールアドレスについてはこの動画の下の概要欄に合わせて記載しておきますのでメールしていただければと思います私に直接届きますのでご安心いただければと思います次の試験であなたに合格していただきたいと思っておりますので一緒に勉強できたら嬉しいです宅見合格目指して一緒に頑張っていきましょう